さあ、ここからがハイライトだ。卑怯だと思った先方に対する、ネットの反応をお送りするよ。キャストオフしながら飛ばした破片で攻撃。カブトなら、ダブト戦での読み合いと思わせてハイパーカブトだと思う。ガタキリバ、ガタキリバ単体はまだ負担もダメージも大きいから、ただしブラカワに、お前はダメだ。液状化、実際はステルスに近いらしい。磁石団長と鎧騎士を人質にとって、デルザーを脅迫するストロンガー。やられたら倍にして返す。どっちが悪かわからないマウントパンチのランプ。ラフファイトではあっても、針ぶっ刺してくるやつにそれやったところで、卑怯な戦法ってイメージあるか？スティメロ充電池、やってることが敵側のやり方なんよ。そりゃもうウィザードのドラゴタイムよ。略すと童貞になるのは禁句。ところでこのバハムートですが。お前、なんなんだよ。戦いは数ではないぞ。オーレンのトロイの木馬作戦。前衛にアクセル立たせて、後衛からルナトリガーしてくる。RX のゲルカから直で RX キックに移るやつ。バイオライダーの液状化、RX キックのコンボ、必殺技が無敵状態から飛んでくる恐怖。攻撃を受ける一瞬だけバイオライダーになって、やられた振りとか色々無法すぎる。戦法っていうか技だけど、伊坂戦のバーニングディバイド、通称バーニングさよこ。今までだったら分身した後、2分の1で本物に攻撃されると技失敗になってたのに、融合係数が爆上がりしたら、ある意味両方偽物であり本物、攻撃受けた場合、食らった方が偽物になる。でも攻撃しなかったら両方からの蹴りが来る。つまり相手からしたら二人同時に倒さないと詰む。なんだよ両方偽物だけど本物、攻撃受けた方が偽物になるって。二発ヒットしてるのはわかるけど、攻撃を受けた方が偽物になるとかってどこで出た設定。クシブ百科事典か何かの考察と称した妄想。白い魔法使いの連続テレポートからのハメ技、本編ならまだしも、ショートスピンオフでガチすぎるコンボ止めろ。やってることの大体が卑怯に見えるだけで、実際に手口として卑怯かは関係ないんだなってこの手の話で思う。まあ一種のチキンレースみたいなもんだろうから、実際に卑怯なのはヒーローにはさせられないってラインはあるでしょう。合体。悪魔の科学者、ブレイドの畳とかアマゾンズの熱風、変身するときに近づいてきた敵を吹っ飛ばす系はちょっと卑怯って思っちゃう。恐竜じゃ終盤のトリン死亡。からの大地の闇で大暴れ、正気を保った状態でキングに刺してもらうことによりバグが発動、先行の勇者が先機を倒したという判定になって、そのまま大地の闇に行くことができるんですね、は。ウィザードのコピー、一体ずつじゃなくて倍々に増えるのは当時予想外だった。ここの初見殺し対決何回見ても好き。オートロギア回避とキンクリ回避のクソみてえな絵面、かっこ褒め言葉。今のギドラに勝てねえから過去に飛んでガキのうちに潰すわ。過去のギドラの時点でバカ強いのに、ちょっと仕留め損なっただけで再生するギドラの方が純粋な強さがインチキなの笑う。変身前に痛めつける。鉄パイプ、かっこ後頭部、蹴り、ガラス等の破片が大量に入ったゴミ箱、投げられる、踏みつけ、鉄パイプ、かっこ腹部、14話と15話に起きた出来事だぜ。一人相手にこの戦力を召喚するのずるくない？卑怯をはるかに超えたチートだったから仕方ないね。平成ライダー自体に意味がないからね、しょうがないね。過去に戻ってパワーアップする前のブラックを倒す。くっそ単純にでかい。ドゲンジャーズの名乗り爆破で攻撃。アルティメット大冒険で等身大の敵を味方もろとも蹂躙。ウルトラマンコスモス映画1作目の。投げ技食らった時の俺たち飛べるんだから投げ技なんて食らわないような精神の空中受け身。人身事故、休養停止。12人で囲んで袋にする特撮もあったけどな。お前らの敵は11人じゃなくてこの宇宙全員だから。連続ファイナルベント。ダーク牙のあれ。ラスボスにすら通用する紋章ハメ。エクスプロージョン、はい、ナウナウナウ、待てや。食らったら一日で死ぬ。攻撃した後拠点に引きこもります。普通ただの装飾だと思うじゃん。ちょっと目を離した瞬間ぶっ刺しに来るの怖すぎる。通常攻撃に即死効果付与してくるだけでもだいぶ卑怯というか、理不尽なのに。ディケイド劇状態の、普
二人のうち一人をファイナルフォームライドで武器にしてもう一人の方を倒した後、それを雑にぶん投げて、戻ったところにキックをぶち込むところはなかなかやばい。大レンジャーの豆腐会で、カズがゴーマ相手にやった急性二日酔い頭痛剣とかいうヒーローにあるまじき下道技、なんだ酒でベロンベロンに酔わせてボコボコにするって、見た時なんて野郎だと思ったよ。一時期のミッチのやり方大体最悪だった。変身中に背後打ち、兄のふりして大暴れ、ガードベントあたりのひどすぎるコンボ好きだよ。でもミッチによもつへぐり使わせて、コウタさん特攻する戦国の方が悪辣さでは上だと思う。戦国だとキルプロセスが浮かぶ。立てないふりして近づいたところを至近距離で銃撃、戦っている最中にバイクで引く、問題は味方にやったこと。ウルトラマン太郎で、大テンペラー星人の時に人形サイズにミニ化して、テンペラー星人の体内に入り元の大きさに戻って内部から引き裂いて倒してたのはそれやっていいんだ。ってなったな。電王の映画でやった、再生怪人軍団をデンライナーとゼロライナーで引き飛ばすやつ。卑怯な戦い方で有名らしいけど、同じ人ばかりなってるのか、そういうやつばかりがシザースに選ばれてるのか。デザインとしては絶妙だよなっていつ見ても思う。篠原も既存デザインとかけ離れすぎて失敗したと反省してる。後半のインペラーはわかりやすく鉄仮面にしてるね。でも、カニの目をライダーの触覚として記号に落としてるのは見事なデザインだと思う。バイザーと召喚した武器との二刀流はかっこいい。勝つためなら何でもします。初見は怪人かと思った。本人からしたら周りの奴らのデッキの方がよっぽど卑怯だし。神崎、こいつ真面目に育成しそうだから弱デッキでいいか。攻撃も防御も人並み以下で、特殊能力も全くないので卑怯なことでもしないと勝負にならない。と入ってもスペック数値が劇中に活かされてたとは言い難い。ナイトには打ち勝ってた。ドライブ系のライダーってほとんどのアイテムとか技とか結構優秀だよね。カニさんのファイナルベントの威力が、タジャドルコンボが最終決戦の時に使った必殺技であるロストブレイズと同じ威力であるという事実。どんな弱い技でも使う人が強かったり極めたりすれば強くなる。理不尽で構成されている作品、仮面ライダー勇気、開幕やり直しやめろ。ジオウもディケイドも他のライダーの力を使えてずるい。自分自身の力で強くなるべき。オウマジオウにワンパンされた人のレス。ニパーのコブラフォームだから、ワンパンというか、描写的には裏剣がかすった程度っぽい。そうなるとハイパー無敵が来るぞ。惑星ごと消すっていう反則級だからまずは自分から改めてほしい。フルボトルは火星の力なんじゃね。レジェンドに頼らないジオウ自身の力も結構高いと思う。ジオウで怪人体もブラックホールもないから、コブラフォームでブラックホール発生させるチンゲンショーが。こうして見るとディケイド自身の能力ってわりかし控えめだな。まあオーロラカーテンが大概インチキなんだが。ディケイドは、強さの割にはカタログスペック低すぎたくらいだからな。2期で平均値も高まったし、ドライバーのアップデートも数値底上げするのにちょうどいい機会だったろ。ディケイドというかもやしがやばい。ディケイドの力を奪われても、そんなことは些細なことだと言い放つし、ちゃんと保険かけたりと抜かりないところあるし。オーマジオウってライダーの変身者のライダーに頼らない力使えないのかな。時間改変で消えるみたいだし。平行世界含めて全ての力を使えるのがオーマジオウなので、それこそ卵が先か鶏が先かみたいにはなるけど使えると思う。消すだけなら時空ドライバーを捨てたりすればいいだけだぞ。ってかなり序盤に言ってたし実際やったからね。まあ、その後再び時空ドライバーを手にしたらしれっと復活するから、分岐点レベルでオーマジオウにならないようにしないと安心できないというか、相互世界や、歴代ライダー世界と関係がなくなったから消えただけで、交わることのない平行世界では普通に君臨したままかもしれん。やろうと思えば陽太郎の得意点の力も得られるけど、未来が前に進むなら消えてもいいからあえて使わない感じかな。平行世界だろうがライダーが誕生したら自動的にアップデート概念を変えるとか、オーマジオウのスペックがチートすぎる。全平成ライダーの能力がおまけに感じられるほどに、オーマジオウ自身の実力が高すぎる。宇宙最強は銀河らしいが、さて。まあ実際ジオウ系抜きにしても、エボルトより上がいるのは確定してるわけだしな。誰？キルバス？
大魔ジオウとエボルトが本気で戦ったらおじいちゃんが勝つだろうけど、地球はめちゃくちゃになるか消滅するだろうね。大魔ジオウ対エボルトだと、エボルトが本気出したら大魔ジオウとの実力差がすぐわかるから、地球ごと破壊する方向で進めると思う。でか、大魔ジオウのみの力でもオーバーキルだよね。多分自前の力だけですでに歴代最強だけど、そこに相性差とかのメタ系能力全部ぶっ潰す全能力継承がおまけでくっついてるから、マジでどうしようもない。敵にいくら本気を出されても、システムで常に格上とかすから厄介この上ないよ大魔ジオウ。フォーゼの力もあるし、宇宙空間でも余裕で戦えそうだしな。おじいちゃん攻撃面でも防御面でもいろんな能力山盛りすぎて、攻撃されてると認識させた時点で負けだからな。ブラックホールで地球ごとなんて大げさな攻撃気づかんはずないだろうし。